今注目のカルチャーとテックをディグる欲望の SNS 現当社のしだらです。アクセンチャーの田中優子です。はい、欲望の SNS 最新回です、はい、私ご無沙汰しております。ご無沙汰しております。あの皆さんお気づきのようにですね、しだらさんがもう今大人気ですってね、あのアテマ TV とかにも出ちゃってるから、仕事が忙しくてね、そうだから欲望の SNS は置いてけぼりでございます。いや、そんなことないですよ。いつも欲望の SNS をこう聞きながら仕事してます。まあ、ありがとうございます。なんでね、聞きながらっていう自分のね、うん、そう、お忙しいしだらさんには楽してもらう回です、今回は。本当ですか。今日は何、はい、田中優子のターンということで、はい、あの、はい、Netflix のアニメについて、アニメ関連のちょっとニュースというかですね、そのあたりをちょっと掘り下げたいなと思ってるんですけど、うん、最近 Netflix 見てますか？最近もというかですね。最近もそうですね。でも僕やっぱりドキュメンタリーが好きなんで、うん、あ、そうですよ、ユープロさん、なんかそれこそ言っていいよね、うん、多分窪塚洋介さんから。うんうん。このドキュメンタリーいいよみたいな LINE もらって、あ、来ましたよね。そうそう、2作品もらって、うんうん、あれ見たんですよ。武士のやつ、ね、いや、あのね、キス・ザ・アイランドっていう、あの土、はい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 、環境を、実は土を改善すればいいんだって話と、うん、あともう一個が、ごめん、タイトルド忘れしちゃったの、なんかあの、野菜を食べた方がいいみたいな。全然武士関係なかったですね。あったあれが虹で、なんかもう感動しますみたいなのが来たんで、うんうん、ちょっとなある意味泣けるかもって来たんで、あ、見てみようと思って見て、もう本当に僕もちょっと感動したんですけど、うん、ゲームチェンジャーっていう、それはだから、キス・ザ・グラウンドでした、失礼します、キス・ザ・グラウンド、キス・ザ・グラウンドね、ゲームチェンジャーっていうのを見て、うんうん、でこの2つがなんか重なってたような形ですけど、これをだから先週か先々週ぐらいに見ましたね、うんうん、でただネットフリックス自体はやっぱりなんかこう構えちゃうので、構えちゃう、うん、なんか僕の中ではそのやっぱりちょっと時間が先々まで空いてないとよし見るぞってなんないですよ。そういうことか。ね、そういう時のやっぱりアニメですよね、うん、あ、アニメだって20分ぐらいなんだっけ。そう、短いです。短いですし、うん、そう。でね、今日ちょっと話そうと思ったのが、はい、まさにですね、あの、ちょっと前にニュースになってたんですけど、あの、日本での、ネットフリックスさんがですね、はいはい、あの、日本のウィットスタジオっていうところと提携してですね、あの、アニメーターを育成から始めるっていうところから始めましょうっていう。なるほど。始めるって言っちゃいましたけど、で、これすごい、あの、いい話だなと思ってて、うん、なんか結構、あの、クリエイター支援、から含めて、それだけ長期目線でですね、アジアでの、あの、コンテンツ拡大、拡充を図ってるっていう風なことなんですね、うんうんうん。育成から始めるって結構すごいなと思ってるんですけど、そう。なるほど。これあれですよね。だから、うん、その選ばれた人には、実際その4月に開くアニメーター育成塾のカリキュラムがあって、それを監修ね、ドリックスももちろんするんですけど、うんうん、実際あの、今そのニュース見ると、一人当たり15万円の生活費と60万円相当の授業料負担なんですね、うん、そうなんです。だから、あの、才能はあるけどお金がなくてできないみたいな、そういう人たちをも救済するというですね、うん、もうまさに神がかり的なプロジェクトを始めたわけなんですけど、そう、面白いなと。で、実際そのこれなんでこういうことを始めたかっていうと、やっぱりあの、なんて言うんだろう、ネットフリックスって今、あの、日本のユーザーだけでも500万人ぐらいっていうところで、うん、まあ、あの、世界で言ってもですね、ものすごい、もう今、有料会員だけで確かね、世界で2億366万人が見てる。超莫大な、ユーザーを抱えてると。で、韓国系のドラマとかも、今日本では、あの、第4次韓国ブーム、韓国コンテンツブームって言われてるんですけれども、あの、母数がその何百、ね、あの、2億とかの人間なので、いきなりパッてヒットするっていう、とある国のコンテンツがっていうのがすごいあり得ると。だから、日本のあれもヒットしたんですよね。あの、もうすいません、もうあればっかりですけど。困っちゃう。日本のさ、山崎賢人君が出てる。いっぱい出てます。不思議の国のアリスってやつ。ごめんなさい、後で。はい。はい、あの、今はのやつですね。あ、そうです、そうです。もうダメだ、ダメだ。はい、おやすみなさい。あれも、その、そう、世界で何位に入ったところがニュースになってました、ね。
そうなんです、そうなんです、まさに。で、日本発のコンテンツがいきなりバンって入ることもすごくあって、で、最近で言うと、やっぱりこう、アジアでのコンテンツ生産力っていうところに注目されててですね、まあ、ネットフリックスさん自体としても、アジアのオリジナルコンテンツをここからコンテンツ支出、コンテンツに作る、オリジナルのものを作るお金に2倍支出していくっていうふうに、もう明確に目標を定なるめほてど。るっていうようなことがあってですね。で、それに先駆けてというかですね、今値段が変わったじゃないですか。ベーシックプラン880円から990円になったり、微妙に値上げして、今だいたい100円から300円値上げしてるんですよ、各プラン。なんですね。あんまり気にしなかったな。メール見てないから。でもなんかそこまで100円ぐらいだったらっていう感じになると思うんですけど、その100円が世界人口分になると2億なので、ものすごいそこでオリジナルコンテンツを作る費用に充てるっていすうごい。感じにしてるんですよ。で、実際、これちょっと参考数値なんですけど、1年間あたりそのコンテンツ制作にかける予算っていうのが、NHK とかだといくらなんだろうな、金額が出てたと思うんですけど、3600億円だ、1年間で。そう。で、TBS は民放の中では結構かける方で、994億円なんですけど、これに対して、Netflix 1兆5000億っていう、とんでもない数が。もちろん、そう、ものすごいお金をもうそれだけかけるっていうんで、で、日本の中でもやっぱりアニメは世界で当たりやすい、もちろんドラマとかもあるんですけれども、まあ、世界で当てるってなったらアニメはやっぱ日本強いよねっていうので、そう。なんで、で、これウィットスタジオっていうところが提携先に選ばれた理由としては、ちょうど2017年からですね、Netflix に参画された桜井さんという方がおられてですね、この桜井さんがもともとプロダクション IG っていう。ああ、高確率と僕大好きな。そうですよね。大好きです。そう。そうなんですよ。高架機動隊の。で、ウィットスタジオっていうのが、そこの人が独立して、プロダクション IG の人が独立してやられているようなところなので、そういうつながりなんですけどね。そのウィットスタジオ自体も、何を作ってるかっていうと、2013年に進撃の巨人を作ってたりとか、そう。あと、ホオズキの冷徹とか、あと、虎徹城のカバネリとか、結構、なんて言うんですかね。作画が綺麗な、アニメをいっぱい出しているところなんですけど、要は実力派のスタジオというかですね。で、実際その桜井さん自体がネットフリックスに入って、要はアニメの世界ってどういうふうなプロセスで作るのかとか、っていうのが、やっぱ他のドラマとか映画とかの作り方とちょっと違うお作法みたいなのがあるので、もともと中にいた桜井さんがちゃんとディレクションをしたからこそ、こういろんなオリジナルコンテンツ、アニメで生まれやすくなってるし、これから日本初の独自作品を、21年、今年25本超えるぐらい作るぜっていうふうなこと言ってたんですけど、その陣頭指揮を取ってるっていうなるほ方ど。なんですよね。そうなんです。だからね、もうやっぱりアニメって世界の中で日本ってすごいって思われてるので、そう、もうこれをどんどん作っていこうと。だから最近もネットフリックスの、これは私の、アルゴリズムというか、私に最適化されたランキングかなっていうのもあるんですけど、なんかトップ10ランキングみたいなのがあるじゃないですか、最近見られて。そこにものすごいアニメが入ってきてるんですよね。アニメか韓国系のコンテンツっていうのがすごく多い。だから逆に言うと、日本のクリエイターがもうどん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 世界に出てくチャンスにもなるのかなって思って、それが明るいニュースだなっていう。確かに。いいですね。だから、やっぱりすごいですよね。ネットフリックスってある意味、なんか、ネットフリックスって何だろう、何なんだろうって僕すごい考える時があるんですけど、なんか、いわゆるプラットフォームでもあり、もはやコンテンツメーカーでもあるんですよね。だから、なんていうのかな、アマゾンでもあり、例えばね、出版社でもあるみたいな話なんですよ。アマゾンってまあ本を売るプラットフォームだったり、Kindle を売るプラットフォームなんですけど、さらに、そのアマゾンオリジナルの本があるみたいな状況で、で、しかもそっちの方が実は見られてるみたいな。で、実は僕も出版業界にいるんで分かるんですけど、アマゾンも何度か海外でも日本でも、その自分たちで出版をする、要はその漫画とか小説を、
作家さんに依頼して作るってことをチャレンジはしてるんですね。でその事例もいくつかあったりするんですけど、やっぱりでもそのなんていうのかな、あのそのいわゆるそのみんなを席巻するような強いものは作れてないんですよ。なんででしょう、その違いって。なんだけど、うん、ネットフリックスはそれがすごく、うん、まあ一つは僕はもう金のような気が、そこに投下する予算っていうのもある。あ、そうですね、知れないし、おそらく内製するってディレクターとか引っ張ってきてるかどうか、あとは人をどんだけ抱え込んでるか、うん、でもアマゾンも、うん、過去に、日本でいう有名出版社の天才編集者みたいな人をスカウトしたりとかしてたりするんだけど、うん、なんかね、そこら辺が結局意外とうまくいってないよね。で、Google はあんまりそういうことやることやる気がしないし、うんうんうん、確かにそういうの大好きなんだけど、どっちかといえば支援するんで誰か作ってみたいな感じ。うん、だから要はプロダクトに関わろうとはしない。でもお金出しますよみたいなスタンス。うん、そんな中でね、確かにでそのプラットフォームなんだけど、パブリッシャーみたいな、メーカーになってるっていうところがすごいし、でもそのプラットフォームという側面もあるから、すごいですよね。だから世界をある程度つなげちゃったってことですよね。世界、だから、まあ、いわゆるみんなのチャンネルってある中の一個に、うん、やっぱり、で、それ多分 YouTube とまた違うんですよね、やっぱりね。うんうん、でも放送局とか、ね、ケーブルテレビのチャンネルに近くて。でもなんか、日本のね、CS のケーブルだと日本の世界の人は見てないので、そうですね、意外と彼らがプラットフォームをつなげて、そこでクリエイティブを作って、かなりこだわったことで、意外とクロスボーダーするなみたいな。うん、要はそのリージョン、国ごとになんか好きなもの、好み合わせないといけなかった昔じゃなくて、今は韓国で作ったものが日本でも受けんじゃんみたいな。それアメリカでも受けんじゃんみたいなことに、うん、がなんか見えてる目線にいるのが僕はネットフリックスすごい状態だなっていう気がする。面白い。書籍で適用できないのなんでだろうってますます思っちゃいますね。なんかこう海外ですごく売れたビジネス書とかって日本で翻訳されて結構売れるじゃないですか。売れる売れる。だから映像コンテンツと一緒で書籍とかも割とグローバルで、まあ、価値を持ち合えると思うんですけど、なんでそれができないんだろうって本当に聞けば聞こうと思っちゃいますね。ですね。だからそういう意味でやっぱり言語の壁っていうのが大きくて、うんうんうん、もちろん映画とかも、でも映画とかだと字幕でなんとかなるんですけど、そうですね、やっぱり翻訳する文字量が多いので、うんうん、まあ、コストって手間がかかるのと、やっぱりその翻訳した時点でだいぶ作品性が変わってしまう。映像っていうのは翻訳、うんうん、英語の字幕で日本語で見ても、まあ、役者の声は変わんないじゃないですか、うんうん、そうですね、うんうん、でもある意味 本を訳すって役者の声も変える、要は役者変えるみたいな話。なるほどなるほどなるほど、それは違いますね、確かにね。っていうのがあって、やっぱり日本のコンテンツって、うん、だから漫画は出ていきやすいわけですよ。絵は変わんない、うんうんうん、セリフだけ変わるから。でもなるほどな、やっぱり文学とか物語っていうのはやっぱり出にくいし、まあ残念ながら今までそういうもの、文字のコンテンツとかが、うん、欧米に関してはその高く評価されてる、アニメとかは評価されてるんですけど、うんうん、そのビジネス書とか小説とかは自分たちの国の方が強いと思われてるから、まあ、ぶっちゃけちょっと俺はなんか差別的なこともあるとは思ってるんですけど、そういう意味でそっち、ただ逆はあって、日本の小説とか、アジア圏とかではすごく逆に出てるんですね。韓国語版、中国語版、台湾語版になったりして出てるんで、うん、アジアには出てってます、日本のコンテンツは結構。なるほど。でももしかしたら、なんか今の話すごいヒントあるかと思ってて、うん、その映像を楽しむ中でのマス層にちゃんと受けてるかっていうことだと思うんですよ。なのでその書籍だったらやっぱ漫画っていうところだと思うんですよ、さっきおっしゃったように、うん、だからもしかしたらその集英社さんとかの、まあ、漫画家が本当にお抱えになるとか、うん、うん、なんかで、そこでオリジナルコンテンツを小田さんがワンピースじゃないものを作り始めるとか、うん、そうです。ツーピースとか書き出したらえらいこと、うん、ツーピースやばい。マジ2つあったのみたいな。でも、ね、そうなんですよ。で、まさにこれ、この今日このニュースをユーポロさんとさっき打ち合わせでも話してて、僕もファッと思ったのが、
まさにでもこれって集英社モデルだなと思ったんですよね。うんうんうん、で、まあこれ見てる人も知ってる人かもしれないですけど、集英社、まあジャンプとかマガジンとかって、若手漫画家にバイトなんかしなくていいから、ま、才能のある若手漫画家を見つけたら、うんうんうん、いわゆる生活費も出してあげて、漫画を描かせるんですよね。で、そういう、パトロン的なことをしてる漫画家さんが、うんうん、僕が聞いた話によると何十人もいるんですよ。面白いですね。やっぱりバイトしながら漫画描く、うん、生活しながらって大変じゃないですか。それよりも、だからもちろんこれ、そういう編集者の目に留まった一部の人だけですけど、もうバイト辞めていいから漫画描きなさいと。皆さん、集英社に応募してください、集英社に。そういうジャンプもやりたいんですけど、うんうんうん、でもその中で、から結局、後のスラムダンクとかワンピースが生まれてきてるわけよ。すごいですね、それは。だから先行投資として、その若い子たちに、いまだにやってて、で、そういうこう、ジャンプで読み切りさせてとかして、こうやってスターにしていくっていう、まあ、全員がもちろんその中で売れないかもしれないですけど、そういうようなことをやってて、それがやっぱり、僕も実は漫画出版社も自分で、ゲントショコミックスでやってるんで分かるんですけど、やっぱ圧倒的なあそことか大手の強さ。もうなるほどな。やっぱりビッグクラブですよね、サッカーで言ったら、うんうんうん、ユースからいっぱいいるわけですよ、そのうまいやつが、うんうん、で、でもその状況って結局そのジャンプとかのやっぱり今のこの何でしょう、鬼滅確かに全部を支えると思うと、非常にこのそのやり方っていうのはある意味、まあ、アーティストフレンドリーではあるし、うんうんうん、やっぱりそのね、クリエイターにビジネスのことを考えさすと結構消耗する。わかる。そうですよね。だから表現者にはもう表現者だけをやっとれと、うん、なんかその環境を作ってあげるっていうのが、うん、今までの役割はその出版社とか、うん、だったのが、だからネットフリックスは今回アニメですけど、アニメにおけるそういうことをやろうとしてるし、でこれって面白い、うん、短期投資じゃなくて結構長期投資なんですけど、僕は結構そうですね、そうですね、だからものすごいちょっともうビビるような、なんか日本の他のアニメスタジオもやべえなと思うぐらいの組織がもしかしたら、集英社が生まれちゃったってことですもんね。いわゆるそういうとこが生まれるかもしれないんで、うん、でその時に集英社が何が強いかで、ジャンプがあるからなんですよ。でジャンプはネットと会員数なんですよね。やっぱり要はそれらをデビューさせる場所もあり、うん、持ってる人がやっぱりそう回るんだ、エコシステムで育てるっていうのはめちゃくちゃ、うん、まあコンテンツビジネスにとっては理想の形なんで、なるほど、すごいモデルだなと。面白い、うん、でも日本のね作品がこうやって世界に出ていって、ネットフリックスなんかね、不思議ですよね、なんでだろうね。俺もなんかだからネットフリックスのそれはもう計算尽くされた、僕 UI とか UX もあると思うんですけど、うんうんうん、なんか例えばさ YouTube 見ててもさ、なんか海外の番組をちらっと見に行こうと思わなくないですか。うん、思わない。なんかもしかしたら再生数がすごいされてたとしても、うんうん、不思議なんですよ。同じ動画で見てる画面上同じなのに、うんうんうん、下に例えば韓国のなんかコンテンツが YouTube が出てきて、なんか見ないんですよ。ネットなんかそうだな。ネットフリックスだと変な、ね、よくわかんない国のやつでもなんか。何なんだろう、ね、なんかね、あれは自己紹介をちゃんとしてるからだと思います。あ、作品自体が。なんかどういうものなのかっていうところと、ランキングと、割とこう、なんていうんですかね、商品についてるポップみたいなのがしっかりしてるイメージですね。でも言ってしまうと、クリエイティブがいいですよね、画面。そう、クリエイティブも。あれにめっちゃこだわってるなっていう気がする、この、なんつうの、サムネイルみたいな。サムネイルね。しかもサムネイルたまに変えるんですよね、うん、同じ作品でも。やっぱりそうなんだ。だからでもそれ変えてます、変えてます。証拠だね。だって、いわゆる、ね、今までのそのビデオストリーミングサービスでさ、本当にさ、DVD の表紙とそのままみたいなさ、うん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 、こんなイメージだったけど、なんかネットフリックスオリジナルでかっこいいんだよね、サムネが。かっこいいし、やっぱりなんて言うんですか、私U-NEXT とか、うん、Hulu とかも含めて一通り入ってるんですよ、アマプラとかも含めて。え、マジですか。そう、映像オタクだから。コンテンツ大好きですね。いや、本当に大好きで、この間とかは湯浅監督っていうね、
あの夜は短し恋せ乙女とか四畳半神話体系とかをやってる、まあ、有名な方がいらっしゃる、うん、でその方があの作ったあのデビルマンっていうのを、まあ、全部一気に一晩で見たんですけど、もう本当大好きで、そうで、あのフィルマークスってアプリがあるじゃないですか。ほう、知らない。フィルマークスはあの映画とかアニメとかドラマとか、要はあの映像コンテンツがどこで配信されてるかっていうのを一網打尽にしてるものがあって、そんな便利なのあるんですか。いや、めちゃめちゃ便利ですよ。私ユーポルってやってるんで見てみてください。あの備忘録になるので見たいものとかを、レビューサイトだとそうじゃないんですね。なるほど。レビューだけじゃないんですよ。だから私備忘録的に使ってて、あの見たいものとかもストックできるので、そこからあの見てったらどんどんチェックしてレビューしたりしなかったりっていうのがあるんですけど、うんうん、そこでね、あのそう、 Netflix とか U-NEXT とか出てくるので、あのコンテンツオタクとしては割と全部契約してたりするんですけど、あのやっぱり戦い方がそれぞれ違くて面白いなと思ってて、U-NEXT とかはやっぱ日本人最適化されてるので、うん、日本人の人ってあのやっぱテーマ型っていうのが好きなんですよね。だから例えばさっきおっしゃった山崎賢人さんが出てるアニメ系の実写版みたいなので、そのテーマのがバンバンバンって並べられてたり、割とあのアベマ TV の発想にちょっと近いのかもわかんないですけどね、はいはい、あのうん、で、ネットフリックスは。チャンネルとか。そうそうそう。まさにまさに、本当にそんな感じです。本当にそんな感じ。で、ネットフリックスは、UI、UX で本当に自然に見れるような設計にしてるので、それが本当に素晴らしいなと思ってるのと、やっぱコンテンツ系って暗い背景の方がモテるんだなって私はちょっと思っててですね、あの、Spotify もそうなんですけどね。あ、Spotify も暗い。されてる。結構シックですよね。シック。そう、シック。うん、そうなんです。で、コンテンツってやっぱり、なんて言うんだろうな、夜に見られるんですよ。確かに。だから私、これ勝手な持論なんですけど、うん、あの、昼に見られたりとか、なんかちょっとライトな気持ちは白だし、バックグラウンドが。で、ちょっと重たいものも含めたコンテンツがあるのとかは、まあ、なんて言うんだろう、黒にしてるから、うん、まあ、ムードに合うんだろうなっていうのとか、まあ、計算し尽くされた結果、あれが生まれてるんだろうなっていうのがすごい、素晴らしいですよね、使い勝手が。確かに。うん。そう。いや、だから、うまいですよね。なんか、そこがすごいですけど、こう、ちょっとどうなっていくのかっていうのと、ね、やっぱりその、クリエイティブが楽しみにもなってきますし、まあ、そうなんです。ね、映像業界にとっては、ちょっと、ネットリックスはもう見過ごせないというか、でも、すごいですね、そんなに入って、全部でも使い倒してるって感じですか。あのですね、傾向があるんですよ、それぞれのプラットフォームで。だからやっぱり、強いみたいな。見た方が見たいのはこっちにしかないとかもあるってことですよね。そうなんです。そしてね、うん、私が見たいもの、結構ニッチなものも中にはあるので、もう最終的にあの物理作戦の、あの、ツタヤで借りるみたいな。うそ。あります。なんかね、今だからこそのツタヤみたいな、もうツタヤをね、バカにしちゃいけないんですよ、本当に。なんかあの、なんやかんや、ものすごい昔の名作とか、あの、配信サービスがね、あの、目もくれないようなニッチなものを、実はツタヤさんが物理で持ってるっていうね、なんか、そういうのがあるんで、そこはそこの勝ち筋。まあ、あの、ツタヤさんそれであの、勝ちに行こうとしてませんけどね、ツタヤ家電とかそっち側に行きますけど、やっぱこう、人には人の乳酸菌と言いますかね、あの、それぞれの戦い方あるし、あのネットフリックスはやっぱり独自コンテンツ強化で言ってるので、まあ、今後あの若いクリエイターがその集英社モデルっていうのは本当に私いいと思うし、これあのアニメの世界だけじゃなくて音楽とかあの韓国だけじゃなくて日本ももっとコンテンツを生み出す国としてあの底力ものすごいあると思ってるんですよね。やっぱこう作るクオリティとか職人気質の方すごい多いじゃないですか。うん、だからあの一発逆転っていうのを昔それこそあの、ね、あの音楽だったらヒップホップで一発逆転でグラミー取るぜみたいなのが、うん、あの黒人界隈の文化であったと思うんですけど、日本人はどんなにあの貧しい暮らしをしてて もう毎日卵かけご飯ばっかり食べててもですね、ネットフリックス様があの寺小屋みたいなのをやってくれて、そこでいきなりフックアップされて一躍有名にみたいな、うん、夜遊びみたいなパターンとかもあるわけですよね。それでしかもそれが世界に向けて売れていくと、うんうん、だから私本当に羨ましいなと思うし、なんかあの私多分15歳ぐらいだったらここのアニメーター育成のところトントンってね叩いてね、もう入りたいもん本当に、うん、
そう。でもいいですよ、ね。っていうふうな。うん。なので、まあ、すごく明るいニュースだなと思ってこれ見てた。うん、でもこれに確かに刺激されるように、いろいろとこの、やっぱりクリエイターを支援するっていう流れが、広がっていいし、ね、なんか、どちらかといえば確かに、ゆうぽろさん言ってたように、今、その逆にインターネットがあって、やろうと思えば個人でも稼げんじゃんみたいな状況になってきちゃったがゆえに、うん、なんかこう、ちゃんと教育されないようになって。そうそうそう。要は、で、それってできる人しか残さないシステムというか、なんかね、なんかそうじゃないよね。なんかそれハックでどうにかなっちゃうような気もするし、なんかそうじゃないのが、なんか、要は、なんていうのかな、すごいスターは生むかも。YouTube とか、ノートとか、うんなんかその、うんうんうん、まあこういうポッドキャストもそうですけど、ものすごいスターを生むチャンスはあるんですけど、なんかその国力としてのコンテンツ力の底上げにはなんない気がするんですよね。そうなんですよね。上は取れるけど、そこちゃんとね、ベースが上がらないですよね。そう。なんかそれを束で作っていくっていうのは、うん、ある種本当に国策にもなり得るから、なんかさっきも韓国じゃないですけどって話しましたけど、なんか日本政府も、なんか韓国のようにですね、コンテンツで日本を、まあ、本当に名実ともに外に出していくっていうのは、なんかクールジャパンっていうのを、文字だけでパッて言うよりも、かなり実質で、にメリットありますよね。なんか政府が幹事になってクリエイターを育成しますって言っても、なんか多分それはちょっと微妙な感じになっちゃうんですけど、そこにネットフリックスとか本当に売っていくっていう、なんていうんですかね、仕掛けが掛け合わせることで本当にいい人たちが生まれてくる。だからまあそういう意味だとネットフリックスじゃなくて国産のプラットフォームも頑張ってほしいし、そう本当にそう、うんうんうん、ありますし、なんかでも、うん、でも韓国がなんかこういうようにコンテンツ強くなったのも、うんうん、誰が言ってたかな、なんかそれこそ僕が聞いた話によると、結構逆にそのあ何だったかな、なんかそのやっぱりこういう外圧がすごいかかったっていうのがあったっぽいんですよ。でいわゆるその既存のドラマ作ってた人たちがこうってみたいな状況になったから、だからなんかこういうことが、これって逆にその視点で言うと、なんかある意味それってネットフリックスに吸い取られちゃうような捉え方もできるから、うんうんうん、逆にこれに刺激されて日本でもそういう日本の企業がユーネクストさんとかがね、そうそう作ってやったりとかなんかねしていくいいきっかけになればいいなと思う。確かにな、確かに、もうUNEXT塾ドラマ編とかいろんなね、映像監督とかも増えていいはずですもんね、そういう意味で言うと。そうだから、ね、映画監督というか。こんなこと言うとあれですけど、テレビ局がやっぱりこういうことやらなきゃダメなんですよ。確かにね、そうですね。だけど、ちょっとこう、免許事業であるということとか、うんまあ、いろんな今のビジネスモデルとか加味して、なかなか、こう、なんでしょうね。あと、そのクリエイティブ自体は外に投げてる問題とかもあったりとかして。ああ、わかる。そうですよね。会社が作ってたりとかしてっていう問題もいろいろあったりして、なんかこう、確かに確かに。なんかまあ、悪いことじゃないんですけど、フレキシブルに動けない状況があったりして、こう、なんかこう、つまんないよね、テレビつまんなくなったよねみたいな言われちゃってるみたいな状況がある中で、けど本当はこういうことをなんかテレビ局とかまあそういうのやってますけどね、昔からねなんかシナリオ大賞やってたりとかさ、ちょっとね違う形でこういう支え方みたいなのができていくといいし、そこがやっぱりなんかね、そう国とかと日本のテレビ局が組んでなんかやまあ、うん、ごめんなさい僕は知らないだけでいろいろあるのかもしれないですけど、やっていってもいいかなと思いましたね、うん、思います思いますね。だからいかにコンテンツ国力を上げるかみたいな今日話になりましたけど、いやもう素晴らしい。逆に言うと幻冬舎さんはプラットフォームを作るべしっていう話ですけどね。逆にそうなんですよね。だからやっぱり、うんうん、パブリッシャーの問題はプラットフォームがもうないことなんですよ、うんうんうん、自分でやれるところがないから結局へこへこしてそこに納品しなきゃアマゾン様なんてなっちゃうんですよね、うんうんうん、だからそこはねやっぱりそうだと思います。まさにそうですよ、ね、場を作ってるところが強いしっていう、うんうん、なんでまあ示唆がありましたよね。まあ、お互いその内省してどっちもできるようになるっていうところと、まあ、あとその長い目線でコンテンツを作っていくと、これからの国力活性化のためにっていうところで、まあ、ぜひぜひ私ネットフリックスもね、UNEXT さんももう全部好きなので、皆さんこの機会にしだらさんもお忙しいね仕事の合間に最近も面白いアニメいっぱいあるのでアニメの話戻しますけど、ミスターズっていう作品とか、そう
でも確かに、ネットフリックスはダウンロードしとけば、移動中も Wi-Fi で使わず見れるし、うんうんうん、意外といいですよね。結構電車の中でもいるな。だから僕さっき言ったドキュメンタリーは、半分は移動中に見ましたね。もうね、移動中にね、もう今日最後に一個だけちょっとレコメンドしよう。忙しい石田さんに、最近一番話題の、ネットフリックスじゃないんですけど、アマゾンプライムでやってるね、モルカーっていう、モルカーっていう、モルモットかな、モルモットみたいなのがふわふわ、見てください、モルカー。1話2分ぐらい、モルカー、モルカーでいいですか？2分間ぐらいで終わるのですごいね、癒されます。なんかなんかモルモットみたいなね、これなんか見たこと、この絵だけは見たことある。そう、なんかね、これぐらいのがプイプイ言いながら歩くっていうか、歩きながら走るんですけど、これはものすごいヒットしてるんで見てください。2分間ぐらいで終わるんで、予想外。40万人フォロワーいますね。40万人フォロワーいます。そう、すごいですよ今。これどこが作ってんだろう。これはね、テレビアニメなのか、テレ東系の。あ、でもそういう意味ではテレ東さんとかすごい頑張ってるね、 MX とかね、アニメはね。あ、そうです、そうです。まさにね、こういうところちょっと強いなって思いますね、うん、ああいうテレ東さんとか MX さんとか、割と知恵でどんどんコストを下げながら面白いものを作るって人たちが、どんどんこういうところにコンテンツを下ろしてって、ヒットしてってっていうのがあるので、テレビ局のモデルも変わるかもしれないので、まあ、ぜひぜひモルカー見てください。疲れがシューって抜けてきます。オッケーです。ということで、はい、今ね、皆さん、これ収録時間が夜の23時をもうすぐ回ろうとしてるんですけども、実はしだらさんがこの後、この時間から打ち合わせが入ってるということで、まあ今日は、この辺で。やめてください。あんまりなんか僕のイメージとしては、なんかその、楽しいっていうのがすごいダサい気がしてて。でも楽しくやってるんだよね。楽しくやってるからね、いいんですよね。ワクワク必殺仕事人ですか。そんなに愚痴ってるわけじゃないんですけど。はい、皆さんこれからもしだらさんを応援してあげてください。はい、おすすめのね、ちょっとコンテンツ、動画コンテンツとか皆さんよろしかったら教えていただけるとすごく嬉しいです、うん、DM などで。はい、はい、ではでは、では今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。ではでは。今注目のカルチャーとテックをディグル、欲望の SNS。